キコの星が残した、超新星残骸 SN1572 すなわち、超新星1572は、カシオペア座に現れた。今までに、肉眼で見えた八つの超新星のうちの一つである。この超新星は、1572年11月11日に、ティコブラー A によって、初めて観測されたので、キコの超新星あるいは、キコの星あるいは、キコの新星とも呼ばれる。 この超新星爆発は我々の銀河系内で起こり実際最大高度はマイナス4等級で金星に匹敵する明るさであった。その後1574年3月にこの星の輝きは肉眼では見えなくなった。ティコブラーエが最も詳しい観測記録を残し後世に知られたためティコの星の名があるがこの星に最初に気づいたのはティコブラーエではなく おそらく1572年11月6日に発見したボルフガングシューラーである。イタリアの天文学者、フランチェスコ・マウロリーコも、ブラーエより前にこの星を見つけていたと言われる。しかし、キコの業績は、こうした一時的な天文現象が宇宙空間で起こったものであることを証明した点に、ある。中世からルネサンスにかけ、西洋キリスト教の世界観では、宇宙は、 神が作った完全無欠な世界ですべてが変わることなく永遠に続き、従って彗星や神星のように目に見えるほどの速度で変化する現象は宇宙空間で起こったものではなく大気中の現象に過ぎないと考えられていた。キコはこの超神星を精密に観測し、全く位置を変えなかったことを確認し、これを宇宙空間の天体であるとする説を唱えた。 SN1572 は、元は白色矮星と通常の恒星からなる近接連星系で白色矮星に相手の星からチャンドラセカール限界に至るまで物質が降着して爆発した矢型であった。一般に矢型の超新星はガニ星雲を形成した SN1054 のような通型の超新星に見られる典型的ではっきりとした星雲を作らない。 この超新星の残骸は、かなりかすかな星雲として、パロマー天文台で1960年代に発見され、後に衛星ローゼットの望遠鏡によって写真に収められた。ガスの殻は、今も約秒速 9000km で外側に向かって広がっている。また、電波天体として知られる G121 プラス1 4は s n 1 5 7 2に同定されている。 2004年10月、イギリスの科学雑誌、ネイチャーの記事は、SN1572 の金傍における G2 型の構成の発見を報じた。この星は、ティコの星となった、白色矮星に水素を流入させた相手の星であると考えられる。2005年3月に出版されたその後の研究では、ティコ G と名付けられた、この星について、さらに詳細が明らかにされた。 この星は、おそらく爆発の前には、主系列性で準拠性であったが、超新星爆発の影響で質量の一部が剥ぎ取られ、外装が衝撃波加熱された。また、ティコジーは高速で固有運動をしており、これは、この星が白色外星の体を成していたことの最も有力な証拠である。この星は、近隣の他の星の固有運動速度より、 はるかに速い秒速 136km で動いており、これは超新星の爆発によって、連星の一方であった白色矮星が消滅し、ティコ G が宇宙空間に放り飛ばされた結果と考えられるからである。2008年、国立天文台ハワイ観測所、東京大学カズモ物連携宇宙研究機構、マックス・プランク天文学研究所の合同研究チームにより、 超新星爆発時の光が周辺のゴミへ反射する現象、いわゆる光エコーを座る望遠鏡で観測した結果が発表された。これにより SN1572 のスペクトルは嫌型超新星に特徴的なものであり、SN1572 が嫌型の中でも標準的な高度を示す超新星爆発だったこと、そして地球からの距離は 1> 約1万2千光年であることが明らかとなった。正常な視力の人が感知し得る最も暗い星は六等星で、あるから六等以下に高度が落ちたことになる。超新星も含むが、当時は超新星の概念はまだなかった。1054年に大牛座に出現した超新星。日本や中国に記録が残る。恒星を光のスペクトル分析によって分類した型の一つ。 我々の太陽と同じ黄色の構成である。ABCDEFGHIJKL シンバドアストロノミカルデータベースリザルツ 4SN1572A2016 年8月27日閲覧キコの超新星に島模様を発見ナショナルジオグラフィックニュース札幌2011年9月10月の星空札幌市青少年科学館9ページ表5 県立大学西リマ天文台超新星残骸、ティコの起源を解明。ティコブラーエが16世紀に見ていた、超新星の謎を、コンスバルが解読国立天文台、スバル望遠鏡。ありがとうございます。